かやっぱ発信してる方の動画とか見るとやっぱ今の時代に必要なこうエンターテインメントっていうか、うん、はすごくいいなって思います。ここでですね、来た乃木坂46の3人が来てくださいました。乃木坂が決まりました。お願いします。お願いします。やっと乃木坂の皆さんでございます。今日は淡い紫だね。可愛い淡い紫。お願いします。すごいね。よろしくお願いします。はい、昨日できたばかりの衣装で、あ、じゃあサイズもまだ合ってない感じ、はい、サイズ、いやいや、サイズがまだできてない感じ衣装さんがもう急ピッチで、はい、作ってくださいました。じゃあ今日もうこれもう今初めて来たぐらいの今日。そうです、そうです、初お披露目ですね。雨の日にはそぐわないこの染み込む素材だね、これなんかね色変わっちゃいますね。色変わっちゃう。乃木坂でございます。よろしくお願いします。じゃあリレー動画ですか。やりますか。はい、いいんですよね。リレー動画行きましょうか。はい、じゃあ一木ちゃんちょっと先輩だから先輩面でちょっとこう仕切ってください。いやいや、あのカズミは同期なんで、ね、あ、同期か、はい、同期です。そっか、同期。あの今アーティストの方々が順にこう質問を投げかけている企画をやってます、うん、で前にディッシュの皆さんがいらっしゃって、はい、好きな曜日は何曜日ですかって、はい、質問があるから、はい、それをそ総合していくか誰かがもう確かに、だってこれ絶対違うじゃん確かにそうですね。ね、なんか それがあるとしたら乃木坂全体のそこの日がね、きっと休みの日だよね、きっとね。確かにスケジュールというか。ね。で、ちょっと聞いてみる。全員好きな曜日は何曜日かという質問もしも来た場合、はい、どう答えるか。せーので言ってみますか。せーので言ってみようか。もしかしたらあるかもしれない。これたまたま会う可能性は、ね、結構49×7だから300分の1ぐらい。だからまあまああるよ。ありますかね。いけるかもしれない、ね。いけるかもしれない。300分の1だったらパチンコくらいだから問題ない。いけるいける。じゃあこれが月火水木金土日、はい、せーので言ってみようか。はい、何の打ち合わせもないよ。何の打ち合わせもないです。好きな曜日はせーの土曜日。あれ2つに起こる。土曜日、月曜日、あ、違った、あ、金曜日。あ、全然違うわ。バラバラバラですね。どうしようこれ。誰にする。じゃあ代表で決めて。一木ちゃん、じゃあカズミン。じゃあいいですか。カズミ行こうかな。じゃあ次の質問、高山さんの。東京スカパラダイスオーケストラの皆さんがいらっしゃるので、はい、なんか質問。いやもう結構答えづらい質問でもいいよ、全然。あの頭が実はめちゃくちゃお金の話をしてて。本当だ。月収とか年収とか、ね、めっちゃいいですね、そういう質問できる。そうそう、こういう質問なかなか乗りたくないでしょ。本当ですね。先日の月給はってあんま質問ないよね。ないですね。あんまないよね。へえ。ちょっとなんか攻めてみよう。ちょっとあんまりちょっと今までとちょっと違う経路のやつにしようかな。いいですよいいですよ。はい、あ、いいですか。じゃあもう決めましょうか。はい、じゃあここで、ここで今から撮影を。はい、すごいね。やっちゃいましょう。もう今だから結構集まったよね。ミヤビ、フランプル、ダパンプ、ジェネレーションズ、ケース、ザッカー、ノーベル、小松さん、エテミ。私がポンって。すごい数ね。これ全部繋がったらすごいね。すごい食べられる。何曜日に答えて、答えた後に次に東京スカパラダイスオーケストラの皆さんの質問を言って、適当にこれ投げる。オーケーです。スカパラさんへとか言わなくてよくて、質問だけ言えばよ。じゃあ、オーケー、言ってもいい。はい、いける。じゃあ、はい、こんなのでいいかな。こんなのでいいかな。いきます。好きな曜日は何ですか。土曜日です。スカパラの皆さん。好きな給食は何でしたか。はい、ありがとうございました。あの好きなヒョンって一瞬言ったら何ですかね。好きなヒョン給食はみたいな。給食ってあんま久しぶりに言ったんでなんか噛んじゃいました。言わないよ、ね、給食って響きが。給食なんて覚えてる自分で。まあでもみんな若いから覚えてるか。一番若いんですか。今同い年で19歳で、19か、はい、じゃあ給食はもう昨日だ。俺もだって給食もう40年ぐらい前だもん。47だから。じゃあメニューちょっと変わってるかもしれないですね。いや俺の時はなんか稲穂の佃煮とかさ、稲穂一本とかなんかそういう、木とかね、なんかそういうのがあったからさ。今も何覚えてる。好きだった給食。好きだった給食ですか。あの米粉パン。米粉パン、米粉パンなんて出るあったあった。米粉パンなんて俺一昨日ぐらいに初めて知ったよ。米粉パンがもう給食でしたんだ。出てました。なんかあります、はい、好きな。いや私
は地元宮城県なんですけど、宮城だとお米のムースっていう米が有名なので、お米でできたムースとかが出てたんですよ、デザートで。それはすごい覚えてますね。なるほど。高山さん麦飯とかやっぱそこら辺ですか？私茶飯が好きで、ね、近いじゃん近いじゃん、近いね、好きでした。さあというわけで今回ですね、乃木坂の皆さんは今から歌うでなので、ちょっともうあと時間は10分でもう決まってるんですけど、あ、ね、今回は、小室さんメドレー。はい、そっか、あれ新曲が確か。そうなんです、小室さんの、小室さんに、はい、作っていただいたので。だってさ、正直言うよ、小室さんがガーンといった瞬間はきっとね、生まれてないと思うんですよ。特に19歳だと生まれてないと思う。そうですね、両親に教えていただいて聞く、うん、教えてもらって聞く、とてつもなかったんですよ。そうですよね、小室哲哉ブーム、とんでもなかった、うん、もうずーっとトップ。出すたんび出すたんびに何百万枚何百万枚何百万枚、ずーっと、すごいですね。だからある意味では、そこを乃木坂が今のこのね、あのトップアイドルの乃木坂が歌うっていうのは面白いですよね。光栄です。これもう何歌うかもう決まってるんですか？あ、決まってます。まだ言ってない？まだ言ってないですね。言ってないんだ。はい、言ってください。意地悪。だってもういっぱい練習してるし。でも何曲も歌わせていただくので、みんなそれぞれ違う曲を、はい、歌います。なるほどね。どうですか、こう、あ、一緒の曲か、ごめん、一緒だ。二人は一緒です、すみません。一緒でしっとり系の曲を歌う。どうですか、でも歌ったことはあるんですか、やっぱカラオケとか。あ、やっぱ初めて。はあ、私はあったんですけど、ね、でもどの曲も今回メドレーで歌わせていただく曲、全部知ってる曲だったので、小室さんの偉大さを感じましたね。何の曲を歌うんですか？そのうまいですね。めちゃくちゃうまい聞き方が。うまくない、誰も引っかかんないよこんなの。ね、でその今日じゃやる場合のポイント、ちょっとこの部分こう気をつけたいなとか、うん、っていうのがあったら、ちょっと教えてもらってもいいですか？このここら辺、こう遠藤さんとかはどうですか？はい、はい、そうですね、でも今回披露するのはルート246という楽曲で、はい、うん、なんか振りが乃木坂ではちょっと珍しい感じのかっこいい感じのダンスなので、はい、いつもとのちょっとギャップをちょっと見てほしいなと思いますね、うん、ね、はい、確かに乃木坂さんのいつもの感じではない、うん、ね、そうですね、難しい。はい、難しい。音声でも楽しいです。楽しいですね。なるほど、はい、今もあの直前まで振り確認してて、はい、振付師さんがゴージャスって言ってくださったんで。ゴージャス。ママお姉系なの人。ゴージャス。そこポイントで注意していきたいと。はい、なるほどね。まだきっとだから年代としては僕らに近い人とか、うん、まあもうちょっと下ぐらいかな。うん、人がきっと見ると思うんですよね、うん、だからそこら辺にこう刺さるような感じ。どうします、じゃあこのちょっと今日ここの裏配信見た人にしか分かんないから、ちょっとなんか一個なんか頑張って入れません？なんかありますかね、なんか入れれそうなとこないですか？あ、でもそのメドレーの中でやらせていただく楽曲でちょっとフリーというか、フリー、ちょっとこう何をしてもいい時間っていうのがちょっとあるので、それもマイク置いて帰っちゃうとね。すげえフリーじゃん。いや、怒られちゃいますね、さすがに。え、逆でこうする。全然出して、なんかいいのないですかね、ポーズか何か。なんかじゃあウィンク多めにしてみるとかさ。あー、どうしよう。じゃあ一回、いや私歌番組でウィンクしたことないんですよ。え、ないの？でも今回じゃあ一回だけウィンクあんましたくないの？あんまり。そうですね、あんまりこう練習してみる、一回、一回練習してみようよ、一回ちょっと、うん、いきます。来た、はい、来た。あ、いいじゃない、いいじゃない。でも聞いた方違うんですよ。何？あの遠藤さくらはあのウィンクできないんですよ、だから彼女も。遠藤さんできないの、ウィンク？ちょっと開く。いや、ちょっと見せてみて。じゃあカメラ来るよ。ちょっと待ってください。はい、行きますよ。ウィンクしてください。お願いします。ああ、両方行ってますね。そこは先輩がやっぱさ。かわいい。ね、そこはもう高山先生が。お手本も。高山先生がやっぱこれウィンク可愛くいけますから。じゃあ高山先生。あんまやんないですけど。はい、お願いします。行きます。慣れてないね、高山さん。あんまやんないんだね。あ、っていうかさ。乃木坂あんまりウィンクしないね。そうですよね。あ、確かにしないね。そうなんですよ。
クールな感じだもんね。そこはもうウィンクはもう先輩の市木さんがいますから、やっぱ市木先生にやっぱここはきちんとウィンクしてもらってゲーム行こうよね。じゃあ市木さん、これはもうダメだよ、ちゃんともう日テレちょっと忘れて。そうですよね、乃木坂同じ淡い緑着て、あの淡い紫着てるよ。イメージ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 、さあ行くよ。はい、3秒前、はい、2、1、9抜けねえな、いつまでもよ。やばいな、これダメ、まずい、上層部見たらまずい、上層部ちょっと有明に上層部しかいないよさあじゃあこれね、なんかねゲームをちょっとね、あの今まであのずっとあのアイドルのね、アイドルが来てもらえるとゲーム、声優になろうっていうやつで、キャラクターとセリフがあるんですよ。でじゃあどうしますか、順番にしますか、うん、ね、じゃあもう乃木坂なんで5分ぐらいある。じゃあもうじゃあしょうがない、これ市木さんも入ってさ乃木坂の場合にはさっき抜けねえなっておっしゃったのに、違う違う、乃木坂の場合はしょうがないじゃんか他のチームには入れないよ、はい、ね、わかりました、スカパラには入れないよ入れない、何も吹けねえんだから無理です、なだからここには時間が余ればね、じゃあまずはじゃあもう順番でいこう、じゃあもう久保さん行こう、はい、行くよ、じゃあストップってしてもらってもいいですか、はい、ストップ、じゃあこれ、ツンデレヒロイン、おお難しい、ツンデレヒロイン、ツンデレヒロイン、セリフはこっち、はい、だからいい具合にこれ、ね、セリフがねいまいちはまんないんで、あー難しそうですね、そうこれ難しくてね、じゃあもうストップしてもらえれば、はい、ストップ、はい、これもう一個かな、はい、かこれいいか、はい、いやじゃあね、生まれ変わって、生まれ変わって、うん、生まれ変わってっていうちょっと意味深な言葉ですよね、うん、これタイムスリップをしてるね、あれかもしれないし、はい、ツンデレヒロインがいいですね、生まれ変わってというセリフ、生まれ変わっ って難しいね、もう一個セリフ足してみる、はい、あはまんねえんだよね、なんかはまんないんだよね、難しそうですね、あじゃあこれにしよう、はい、生まれ変わってお仕置きよ、これにしましょう、生まれ変わってお仕置きよ、ツンデレヒロインですもんね、もう難しい、生まれ変わってお仕置きよ、まあこれはもう自分なりに解釈して、うん、はい、ツンデレヒロインで、うん、じゃあ行きたいと思います、うん、じゃあ、はい、3秒前、2、1、9、もう生まれ変わってお仕置きよ、いいですね、もうツンもデレもないけどいいや、ツンもデレもなんもない、でもよかった、おじさんはね大丈夫、満足、満足ですか、あ、よかったよ、じゃあ次行こう満足、あと3分、じゃあ江藤さん、はい、いくよ、はい、じゃあストップしてください、ストップ、はい、これ食いしん坊な太っちょ、食いしん坊な太っちょで、じゃあ適当に、じゃあはいこれでいこう1回戦が俺でよかったなどういうありそう、あれそうだね、100メートル走かなんかの、じゃあ食いしん坊な太っちょで1回戦が俺でよかったな、3秒前、2、1、9、うんうん、1回戦が俺でよかったな、いやいや食いしん坊じゃなくて今食ってるよ、ね、食べてる、今食べてる、もぐもぐしてました ね、 あのね、食いしん坊とかの部分薄かったけど、まあいいや別にもう満足ですね、いいいいいい、じゃあ高山さん行こう、はい、じゃあ行くよ、よいしょ、よいしょ、あ悪の女幹部得意そう、悪の何ですか、悪の女幹部、幹部、あのほら黄色物とかの、あの悪い方の、はい、ちょっとセクシー系のやつが悪いよね、嬉しい、はい、これ得意そうなイメージなのが嬉しい、ほんとなんかかっこいい感じでいきそうだよね、本当ですか、ほんとにじゃあこれにしようかな、まあ、ポッと、じゃあ、はい、はい、はい、クラエ必殺フォレスト、ダサクラエ必殺フォレスト、フォレストって英語で森って意味ですよ、はい、クラエ必殺フォレスト、だからそう森かなんかにこう閉じ込めちゃう、そういうビーム的ななんかやつを出すんでしょうね、女幹部がね、女幹部、女幹部、これはいい ね、 あもうなんか今日の衣装の時もなんか合ってるよね、女幹部ですね、よし、はい、じゃあこれちょっと消えるよ、はい、これも今もうこれでアカデミー賞取れるか取れないか大事、ね、共演は西田敏行、さあ、はい、いくよ、もうすごい、参りましょう、クラエ必殺フォレスト、5秒前、4、3、2、1、9、クラエ
必殺フォレストありがとう。良い、良くないでしょ。よく、私もなんかよく分かんなかったです。なんか迷ってる感じがしたけど、なんか低い声がでも、ね、優しい。なんかちょっとね、こういう感じかな。あ、もっと？こうかな。こうで、うん、こっからこっちからこっちだったか。うんうん、そう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 。演出ね、それ。大阪さんの演出ある。演出が。クラエッツって。あ、こうか。必殺フォレスト。あ、めっちゃいいですね。終わったと。そこまで行ってみるよ。そこまで行ってみるよ。じゃあ行くよ。はい。3秒前。2、1、9。くらえ、必殺、フォレスト。はっ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 はじゃねーっていいね。いいね。オンエア